全国から2000人の社員やボランティアの代表が参加して全国赤十字大会が開かれました。大会には名誉総裁皇后陛下をはじめ名誉副総裁の各妃殿下方も出席されました。大会は赤十字運動の発展に尽くした功労者を表彰し、その功績を称えるために毎年開かれています。ご自分の性格も日常が似てくるとかっていう部分ないですか？大会第2部では宝塚歌劇団雪組が上演したソルフェリーノの夜明けの出演者らを招いたトークショーが行われました。やってみようよっていうことを何度もこう無意識のうちに吐いていたようで、割と彼と似た人生をちょっとだけ歩めたかなと思っております。そう、100万人の若者の献血参加を目標に全国で展開してきたラブインアクションプロジェクト、その集大成として開かれたラブインアクションミーティング。元気ですか？イエー、そばにいてくれたこと、きっと奇跡だから、世界に一人、君だけにありがとう。 Thanks for your 若者に人気の多彩なアーティストが出演して、2000人の観客に献血や命の大切さを訴えました。福岡ドームで赤十字の PR イベントが行われました。この日はプロ野球マツダオールスターゲーム2010の第一戦。このイベントは日本野球機構の協力で実施されました。試合前とイニングの合間にはオーロラビジョンで日赤の活動を紹介したコマーシャルを放映しました。球場に設けられた PR ブースでは救急砲体験コーナーや赤十字クイズなども行われ、多くの来場者でにぎわいました。4等の方、はい、はい、こちらも、はい、ありがとう、はい、またですね、はい、8等、はい、徳島県徳島市、夏の風物詩といえば阿波踊り。そしてこちらは徳島県支部の人道平和探検スクール。平和の大切さや人道について学ぶイベントを8月15日の終戦記念日に行っています。参加したのは県内の青少年赤十字加盟小学校の 5,6 年生の親子。赤十字の役割などを学ぶ講座や非常食作りなど、さまざまなプログラムに挑戦しました。上げますよ、1、2、3。うわ、かわいそう。
めっちゃビビるよこれ。私たち語学教育を受けて、でも死んだり。戦争体験を聞く講座では、第二次世界大戦で赤十字救護看護婦として中国北部の戦線に派遣された鈴江敏子さんの話に耳を傾けました。殺し合いするということはいかんことだ、もう人は人を殺してはいかんということ、つくづく分かったような気がいたします。赤十字の理念ですとか、まあ、普段詳しく知ることができなかったことがより分かってよかったと思います。日本は今は平和だけど、まだ戦争している国もあるのたくさんあるので、日本のように平和になったらいいと思います。海上自衛隊の護衛艦ヒューマ、沖縄県那覇新港で日赤救護班が乗り込みます。護衛艦ヒューガでの訓練は避難者などを収容救護することを目的に行われました。今回の訓練は沖縄県総合防災訓練と合同で行われました。メイン会場となった沖縄本島中部北谷町と護衛艦ヒューガでの訓練には、九州各県の日赤救護班や赤十字奉仕団など約300人が参加しました。また命と安全を守るため、県や市町村、日赤、自衛隊、消防、DMATなど71もの機関が連携して行われました。伝統をきちんと受け継いでくださった、看護師養成120年の伝統と赤十字の理念である人道の精神を未来に向かって紡いでいこうと、看護学生の集いが開催されました。日本赤十字社が看護師の養成を始めたのは明治23年以来、看護を通じて人道を実践できる看護師の育成に力を注いできました。どうぞ、勉強なすっていることを基礎にして。記念講演をした市川團十郎さんは平成16年に骨髄性白血病にかかり、大量の輸血などにより病気を克服した経験があります。お世話になったものとして、こんな高いとこから僭越ですけども、思ったことを申し上げました。歴代のノーベル平和賞受賞者が世界が直面する数々の問題について話し合うノーベル平和賞受賞者世界サミットが開催されました。2010年は広島、長崎に原爆が投下されてから65年、今回のサミットは広島の遺産、核兵器のない世界がテーマです。In addition to ensuring that another Hiroshima and Nagasaki never happens again, 近衛社長も1963年にノーベル平和賞を受賞した国際赤十字赤新月社連盟の会長として出席し、核兵器廃絶に向けた議論に参加しました。 NHK 海外助け合い募金のご協力をお願いいたします。日赤が NHK と共同で取り組む海外助け合い。私たちは東京都赤十字学生ボランティアです。募金の方お願いします。青年奉仕団をはじめとした赤十字奉仕団や青少年赤十字のメンバーなどが全国で義援金を呼びかける活動を行いました。今日は本当に元気いっぱいの皆さんに会えることをとっても楽しみにやってきました。
短い時間なんだけど、小学校を訪問した赤十字広報特使の藤原紀香さん。楽しく授業しましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。病院のない村のために移動診療所っていうふうに、2009年にケニアを訪れた藤原さん、診療をね、自ら体験したことや不便な生活をしなければならない地域での日赤の活動などを紹介しました。この移動診療所を1ヶ月に1回病院のない村を回ります。だからもうみんなすごくこの移動診療所を心待ちにしてて、大行列だったの。赤十字は苦しんでいる人、困っている人がいれば誰にでも手を差し伸べます。今回の訪問授業で藤原さんは赤十字の成り立ちを描いた絵本、赤十字を作った人アンリー・ドゥナンも朗読しました。人間は皆兄弟です。ちょっとだけ想像力を持って考えてみましょう。一人一人が身近なところから行動を起こすことが大切です。以上です。献血キャンペーンが今年も展開されました。これから、今こう減ってきている傾向にあるその献血をする20歳前後の年代の人たちっていうのが徐々にこれから多分回復していく可能性は絶対あると思うんで、その可能性に向けて、はい、今年1年も頑張ります。はい、本当にもう元気にですね、毎日小学校に通ってもうお友達ともたくさんお話をして楽しい日々を過ごしているんですが、キャンペーン CM で共演した峰山舞ちゃん、リンパ性白血病で入院をしまして、ね、舞ちゃん本当に大変な治療でね、輸血を頑張りましたよね。はい、うん、私も病気になったから頑張ってください。この1年、たくさんの人が赤十字活動に参加しました。そしてその活動は多くの皆さんの優しさに支えられています。